やってまいりました。前田工房のクラフト万歳ギターチャレ91日目でございます。はい、今日もですね、自宅からの練習になります。はい、昨日はですね3月末の発表曲、いつも何度でも発表させてもらいました。まあ、目標達成には、至らなかったものの、自分的には、しばらくいい練習ができたんじゃないかなと思ってます。はい、引き続きいつも何度でも練習していきます。はい、で、4月は4月の目標を作りたいので、これからも練習していきますが、ちょっとねまだね全然目標とかは決まってないので、今日の練習は、自分の好きな曲を弾くというね楽しい練習にしたいと思います。はい、なので、いつも通りアップをして、でそのアップの後に今日は、いつも何度でもの練習の時にも何度か弾いてましたが、はい、こちらですね、366日、はい、こちらでございます。366日の、ね、アコースティックバージョン、これ一応コード書いてあるんですけど、ちょっと自分なりにいろいろこれをアレンジしてみたいなと。はい、どういうふうにできるかわかんないんですけど、今日はとりあえず普通に弾いて、コードの確認など練習してみたいと思ってます。はい、そんな感じで、じゃあ今日も元気にアップします。今日もと言ってますが、今日も日をもうまたいでしまっていますね。やっぱりね、舞台が、絡んでくるとこういうふうになってしまうんですねと、初めて認識しました。はい、それでは頑張ります。ペンタトニックからですね、変わらず。久々の感覚。やばいかもしれない。1ブロック目でこれだとちょっと先が思いやられますね。あれ、本当にやばいかもしれない。あれ、全然ここの感覚が違うぞ。いつも何度でもでこれ省いてたから、やば、怪しい、すごい。非常に心配です。頭では覚えてるんですけど、指が一つも動かなくなってる。やっぱり体に入ってない。
通コードって頭では覚えてないけど体では覚えてたみたいなあれなんですけどね、逆ですね。頭では覚えてるんだけど体が全然覚えてないっていう、まずいな。ちょっと繰り返そう。テンポでやっときます。もういきます。ちょっとだけ間違えたけどできた、よかった。でもやっぱこれ続けなきゃダメですね、必ず毎日やります。はい、もう一回やりましょうね。はい、さあやりましょう、弾きましょう。366日、僕あのこの曲本当に好きでしてね、カラオケでもすごい歌うしこの曲好きなんです。というわけでこの曲普通に弾いて楽しみたいと思います。久々にこうね、thank you.
違うな。ちょっとここまでします。ここまでしますね。これはどっちがいいんだろう。指弾きの方がいいのかな。これあれなんです。 HYE、バージョンではなく清水翔太バージョンというわけで、やらせていただいております。
指の方がいいのかな。悩みますね、こういうのはね。こういうののアレンジってどうやってるんですかね。なんかみんな多分自分で考えてるんだろうなって思うんですけど、どうなんですかね。悩みます。でもそうだな、自分で考えなきゃダメだよな。面白いかもしれないですね。
難しい。アレンジするのって難しいんだな。違うな、なんかもっとあるはずなんだよな。違うな、難しい。Thank you.
いきなりこうなると変だなやっぱり。うん、なんか
かしいけど好きな曲を弾いてるのは楽しいですけど、あんまり正解が分からずなんとなくやってるので、
はいはい、やっぱ楽しいな、ずっと弾いてられるな。ちょっとね、今夜中なんであんまりジャガジャガね弾けないんで。あれ覚えてるかな。いやちょっともうさすがに始めるの遅かったから深い時間になりすぎちゃったので、もう2時ですよ。はい、終わろうと思います。今日はていうかもう明日から劇場入りですから、明日劇場入りして明後日本番ですからね、頑張らなきゃいけません。タップ、タップと歌と芝居、頑張ります。ぜひ見に来ていただければと思います。とても素晴らしい作品になっています。前回の作品も見てるので、素晴らしい作品なのは分かってます。はい、まあ、それで僕がどういう風な、頑張りを見せるのか、見ていただきたいので、ぜひとも、もしねお時間ある方、4月3日ですね、またありますよ、4月3日、テアトルフォンテ、14時から開演ですので、もしお時間ある方はぜひご連絡いただければと思います。
頑張ってねタップ踏んでますし、もう本当に何度も言いますがタップ素晴らしいです。もうめっちゃすごいので、それだけでもこれ見に来る価値があるかなと思ってますので、はい、ぜひね、見てください。はい、じゃあ今日の練習終わりたいと思います。コメントやいいね、それからチャンネル登録の方、何卒よろしくお願いいたします。なんか言い始めてからちょろちょろね、チャンネル登録の方にも変動があり、嬉しく思っております。今後とも頑張っていきますので、何卒、90日以降100日まずは目指して頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日の練習終わります。さよなら。